何か教育っていうものはね、はい、教師からユニークな個性を取り上げて、うん、たい焼きみたいに鋳型にはめていくっていうのは、これは法律でそれをね、その最高裁が決めてしまうということは、これは言ってみれば法治のファシズムみたいな、うん、でまあそうは言ってもね、どんなその窮屈にたがはめても悪ガキは悪ガキだしね、その中で個性発揮していくんですけども、問題はね、せっかく個性を持って、我々は子どもの時でも、ああ、あの先生印象に残ってるなって、かなり個性的な先生、ね、そういうものの存在を許さないと、国が決めたことなんだと、はい、文部省が決めたことなんだと、それに従いなさいと、そういう教師じゃなければ教団立ってはいけませんというようなことをね、うん、よく言えたもんだと思いますね。なるほど、はい、だから日本は民主主義ではない、ないと、はい、はい。